最優先事項は地区全体の電力が失われる前にタイムズスクエアの変圧器を再稼働させることだ。修理方法は俺の指示に従えば大丈夫だと思う。多分な。最初の作業だ。俺たちは手動で電源を切らなきゃならない。俺たちというのはいつも通りお前のことだ。逆だと思うかもしれないが信用してくれ。スイッチを切るだけだ。それだけでいい。よし、電源が落ちた。これで丸焦げにならずに変圧器を修理できる。悪いわね、ローズ。別の任務ができたから中断させて。映像が消える前に見えた部屋の死体がディビジョンエージェントだと特定された。エージェント、任務を一旦保留して何が起きたか調べて。連邦捜査官ってやつは警察の文書がある。場所を転送する。地下鉄のカメラの映像が保管されているはずだ。注意して。あの銃撃戦でライカーズの注意を引いたから間違いなく標的にされる。奴らがあなたのような価値のある標的を狙うチャンスを逃すはずはない。敵の増援を検知。よし、こっちはエージェントたちの映像を探す。電力を稼働する仕事に戻って。本当にもう済んだのか。別にこっちの仕事には何の重要性もないからな。こいつを直して作動させるにはまともなヒューズボックスがいる。電力会社のウォーレンゲートが修理のために人を送ったが、その記録はない。つまり修理は行われず、部品はボックスも含めてまだバンの中にあるはずだ。大体の場所は分かっているから、今忙しくなければ。
限です。認定済みの防護服を着用せずに検問所を通ることは禁止されています。ご注意ください。これより先は感染リスクが急激に高まります。隔離制限中です。違反者はその場で重刑に処されます。そのヒューズボックスを変圧器に差し込むんだ。場所は俺が教える。運よく全てがうまくいったら観光客が押し寄せた頃のタイムズスクエアに戻るだろう。うまく持ち上げられたか。あれを運んで腰を痛めても労災はおりんぞ。
残念だが、スイッチを入れるだけじゃダメだ。全て稼働するのを確認できるまで待つんだ。その間かなり無防備な状態になる。ライカーズもバカじゃない。あなたを狙ってくる。ここまでにしたことを考えると往復をしようとしているはず。警告、敵を検知。Thank you.
配電網は安定、電気もついた。撃たれて壊れてるものは別だが。タイムズスクエアらしくなった。多くの人々にとってこれは意味のあることよ。